とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、この装備使っていこうと思います。これです。魔術師のローブ、ギフト済みって書いてあるんだけども、そうですね、もらいました。で、もらった時にこういう風に使うといいよっていうのを教えてもらったのよね。それが、クールダウンを2つけて、ポーションバリアを1つ。で、エレメントのカバンをつけて、カバンでガシガシやりながら、ポーションバリアでガードしていくという、そういうやり方を聞いたんだけども、俺はね、ちょっとこれで合わせてみようと思うんだよね。キノコ、アミュレット、エリクサーのカバン。うん。まあ、俺のいつもの3セットなんだけども、これね、クールダウンが3ついてるので、エリクサーのカバンが、7、8秒で1回使えるのよね。なので、まあ、ずっと攻撃力2倍で、大体いける。うん。2回に1回は、力のポーションが出るんで、まあ、ずっと、攻撃力が2倍ということで、やっていけてます。うん。で、武器がね、これなのよ。覆われた怒り。まあ、ご存知の通り、ものすごく攻撃力があるやつで、これにリフレッシュつけてます。リフレッシュが、ポーションのクールダウンが、3秒間短くなるってやつ。まあ、一気に倒していければ、すぐにね、ポーションが使えるようになるので、このポーションバリアの9秒の間に、リフレッシュさせて、また使うっていう、その無限ループができないかなというふうに思ってます。まあまあ、とりあえず行ってみましょうか。古代狩りでは、デイリーレベル3です。変更点が、初期 HP が1に固定。まあ2回死んだら終わりだね。で、クリティカルのエンチャント持ってます。これめちゃくちゃ強いよね。この変更点って 100% だから、必ずクリティカルが出るので、まあ一撃で終わるでしょう。で、モブは変更を持ってる。まあ、弓を使わないから、全く問題ないと思います。いや、これ相当楽勝だと思うよ。まあ、今日はね、この、ポーションバリアの、無限ループみたいなのをやってみたかったので、とりあえず行ってみます。よっしゃー。よし。今、ポーションバリア入ったよ。ポーションバリア入ったけど、敵がいない。あ、いたいたいた。はいはい。オッケーオッケー。よっしゃ。おお、もうこの雲がうっとい。雲うっとうしいな。よし。ちょっと今のは、雲で動けなくなってたけど、まあ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 。だいたいいけそうじゃない？うん。ちょっと敵がね、まばらだから、あれだけど、もっとわらわらって出てくるところだったら、全然いけると思うんだけどな。よっしゃー。行くぞ。ポーションバリア入った。わははは。この 100% クリティカルやばいね。とんでもない破壊力だ。あー、力のポーション今出たけども、取ってない。まあいいや。行くぞ。うん。ポーションバリアを常に使っていけるってほんと素敵。マジで素敵だわ。ああ、鍵を扱うのにもこれ、たけてるね。この装備は。おう、鍵がすごく取りやすい。じゃあ、おう、ポーションバリアしてるから、全然痛くないもんね。余裕余裕。あー、でもこれ、うん、そうね。クールダウンは2ぐらいでもいいのかもしんないね。うん、まあまあ、多ければ多いほど、まあ、もちろんいいんだけども、そこまでいっぱいは必要じゃないかな。あー、いや、でもやっぱり、うん、ある分便利か。まあ、とにかくこのね、ポーションバリアと、このリフレッシュ
の相性は抜群だわ。で特にこの怒り、覆われた怒りにはめちゃくちゃ合う気がする。いや合うでしょこれ。霊気はちょっとやりづらいな。しゃしゃ、おっしゃ、普通なら死んでるけど全然耐えてる。しゃあ、おお素晴らしい。サプライズアタックで一気にやっつけれるね。しゃあ、いやー素晴らしい、リフレッシュ素晴らしい。ああこの無限ループが、いや全然完成してるな。お、これ硬えなこいつ。買った、よし行くぞ。でもやっぱ弱点はあるよね。よし危ねえ、ギリ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 だった。でもあそこの真ん中にど真ん中いてやれるっていうのはなかなか良かったよ。あいった、いやー待って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 、え歯が出てくるのが早いよ、もう勘弁して。まあ、なんとかあっちまで気合い入れていきましょう。じゃあもう少し。でもあれこれ前回もやったけど、これ、ね、ボスがさ無理なんだよね実際のところ。無理、あいやでもちょっと待って、これポーションバリアがあればいけるんじゃない、もしかしてさ。ちょっとだいぶ準備していこうか。うん、サプライズアタックすると3倍ダメージだから、そうね、ここで影のポーションをいくつか用意していれば面白いぐらいダメージ与えれるんじゃない。ちょっとこれ影のポーションをだいぶ貯めてからいきます。よし、これぐらい準備できてればいいでしょう。ドラも使っとく？ドラもいいよね。うんうん、もうエリクサーのカバンはいらないから、こんだけ出てればね、ドラを入れていきましょう。さあ決戦だ、よし行くぞ。どこいる？いた。おお、何それ。なんかとんでもないダメージが出たんだけど、えどんぐらい、1億6800万ぐらいだったかな、なんかとんでもなかったな。え力のポーションで倍でしょ、クリティカルで3倍で、さらにそこにサプライズアタックで3倍と、あ、いや、なんかとんでもない。とんでもない感じになったね。OK, OK. まあ、とりあえず、ここクリアするまでがね、なかなか難しいところなんで、行きましょう。行くぜ。おっしゃ。やっぱね、これね、弱点はある。この、ビルドに。うわ、嘘やろ。おっ、ぶね。あ、やばいやばい、死ぬ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 、あぶねえ、絶対死んだと思った。あもうやっぱりね、こんだけ振りがむちゃくちゃ遅いから、ねこの霊気はすごい弱い、霊気には。嘘やろ、とんでもないな、やばい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 、やっべ、嘘っしょ、あいつらふざけんなよ。よし、あとやけどにもね弱い、やけどはこっち重力ついてるからさ引き寄せちゃうんだよね、それがとてもよろしくない。うん、
逆に話したいところなんだけど、引き寄せちゃうんで、ちょっとやりづらいんだよな。よしよしよし、クリアです。クリア報酬は何でしょうか？ああ、いらないね。はい。ということで、今日はこれをやってみました。なかなかいい感じだったと思うよ。うん。まあまたね、やっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。